どこだ、どこに消えた。こんなところで足止めなんぞ食っておれんのだ。姫様、おぼろ様を守らねば。早く早くおぼろ様のところへ。ご指導だ、誰だ。小四郎殿。明け絹殿か。小四郎殿。その声は明け絹殿。明け絹殿か。どうしてここに。小四郎殿、後ろに。立ったまま死んでおるのは甲賀の室賀兵馬では。何。そうか、道理で倒れた気配がないはず。立ち往生とは室賀兵馬、恐ろしいやつよ。明け絹殿、そなたどうしてここにおる。まさか地竜の旅籠で何か。おぼろ様は、おぼろ様はどうされた。小四郎殿、甲賀の如月左衛門が突然宿に。むごたらしや、おぼろ様を、おぼろ様をなぶり殺しに。姫様。何をしておるのだ。命をかけて守ると誓うたというに、俺は何をして。おのれ許さぬ。何もかも許さぬぞ。小四郎殿。明け絹殿、そなたはおぼろ様が撃たれた時何をしておった。まさか。私はその時がんじがらめに縛られて、隙をうかがい、ようやく抜け出し、天禅様や小四郎殿にこのことを命に変えてもお知らせせねばと、こうして生き恥をさらしておりまする。そのようなこと聞きとうなかった。聞きとうはなかったぞ、明け絹殿。されどこれでもはや思い残すことはございません。あなたのその手で。私を。私を殺して。明け絹殿。殺して。明け絹殿。私を殺して。やれやれ。
女の声色は疲れるわい。千曲小四郎、明け絹に抱かれ夢見心地で死んだか。